やっぱ次の試合というふうに調整してきてたんで、長いなとか短いなとかそういうことは思わなかったということですね。ただその失点記録だとか、まあ、ある意味こう防御率だとか、まあ、数字、そういうのはもう本当あんま気にしてなかったですね。なるほど。ただ終わってバス乗り込む時にやっぱり勝ってた方がみんなニコニコしてますし、で、まあ、やっぱそっちの勝ち続けるとやっぱりみんなもずっと笑顔なんで楽しいですし、まあ、そっちを優先したんで、失点記録も全然